FM 小座をお聞きの皆様、こんばんはー。こんばんばはースポーツに関するあれこれをお届けする y e s ケンブリッジ昨日、人生4回目のブーケトスで<お>ブーケを取っちゃったマ<ジ><綾>ブーケは一度も取ったことがない。 さつきですよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっと今日ね、フライングしちゃった。で、そして、そして、今日のゲストは、DJ ショーンイやイやイイイイイポン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 えはい、はい、自分で自己紹介して。カレーショーンなんでカレーショーン何カレーショーンみたいこんばんは。こんばんは。こんばんは。 今日はショーも一緒にイエスキャンブリッジお届けいたします、うん、はいよろしくお願いしまーす先週、うん、さっちゃんがいなくてち寂しかったんだけど、はいはい、ごめんなさいね <laughs> 本当にねあのあやちゃんが一人で寂しそうにやってたんだけど<う>あのまこさんとまささんがねあの<う>応援に駆けつけてくれてむいねんさんもねあのありがとうございますでございます <laughs> そう、先週ね、私、後で、あの、YouTube 上がってのを見たんだけど、うんはい、やばいね、自分のテンション低くさよ <laughs> 低く低さよ <laughs> みたいな。<laughs> <laughs> 酒消してたあれ。ねえ、びっくり。酒飲んでないんだけどな、ね。<laughs> <laughs> 飲んでない <laughs> <laughs> こんばんは。つれ。ねえ、ほんと、<laughs> こんばんはって、めっちゃなんかもう、テンション低くて、もう、申し訳ないですね。でも、ちゃんとあの、なんかね、マラソンのお話をして、なんかその後に、あの、私も、 なんだあのマラソンしてみたいなっていうメッセージも入ってたようでよかったですねうちらはスポーツに関するね情報そして皆さんからのリクエストなども交えて放送していますってことですねじゃあさっちゃんじゃあいつものやみはいお願いしますはいはいイエスケンブリッジでは皆様からのメッセージを募集しておりますちなみに今日のメッセージテーマは「卒業」卒業 はいメッセージお待ちしておりますメッセージはメールもしくはツイキャスで受け付けておりますメールアドレスは761アットマーク FM コザ .jp となっておりますツイッターはですね「ハッシュタグイエスケンブリッジ」でつぶやいてくださいねはいまたい FM コザではツイキャスとユーストリームで映像と音声を配信してますい FM コザのホームページからでも見ることができますのでそちらもお楽しみくださいお楽しみくださいうんうん そうそう今日もねいつもあのメッセージを送ってくれる方からありがとうございます出たんだけどじゃあさっちゃんおいしますよいきますねはい釣りクラブにフェーデイビルさんありがとうございます今ショーンイエーって言った OKDJ のなりきってねそうそうえっとイエスケンブリッジあやさんさっちゃんこんんばはこんばんはセリーグと 広島カープ優勝パレードに行くと、人混みに巻き込まれて、ここ沖縄で、あたかも満員電車の中のように人が密着するほどの状態でした。うん、あそうですね。来てましたね。うん。で、僕の前と後ろのおじいにハンバーグされたので、夢に出てきそうな体験談をしたよ、というお話です。<laughs> ーうーん、ハンバーグはきついね。ン <laughs> サンドイッチじゃなくてハンバーグ。<laughs> ハンバーグだったのね。<laughs> 実際には夢には出てこなくて、今朝は目覚めよく起きることができましたけどね。 ああ、よかったよかった。で、お二人も夢まで出てきそうな体験したことってありますか面白い話で希望。えー、パレードの際に。 沖縄市市長の桑江幸ささんと沖縄市第41代ミスハイビスカスの前戸にいなさん、うん、ラジオ沖縄リポーターも、えー、オープンカーに乗ってテンション高めのご様子でしたその時の写真も添付しますねということで写真付きでメールを送ってくださいました本当はテンション高そうありがとうございますそうそうあのー、広島カープさんがあのねあの外線パレードにいらっしゃってすごいなんか盛り上がりを見せててニュースでも見たりしたんですけども、はい <laughs> あのねこうびっくりしたことに、うん、この前広島カープさんが沖縄に来たのをいつか知ってますこの前、うん、この前ってこの前,この前もうこの前とも言,い最<近>い言わないとも思うんだけどキャンプえっキャンプえっとねリーグ優勝を果たしたのが1991年、うん、あその前ってことねそうそうそう,う,そうだからね今から約、ま、25年ぶり26年ぶり のね、あの優勝を果たして、ここ沖縄にも、オープンカーに乗り込んで、あの凱旋パレードをしてくれたということで。これね、相当、あの広島カープさんのファンはすごい喜んだんじゃない。ですかねみってるってやつね。かみってるって。そうそう、ちょっと使わせてもらってます。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとこっちで、一応曲からいこうかねはい、では、ここで一曲お届けします。はい、えっと、ドリームアミで。 Try Everything!

こっちにじ人体痛めた人でしょ、私。そうそうそう。腰を痛めた人でしょ。痛々しいイエス・ケンブリッジに漢方の西洋さんをゲストに呼んで体作りやけがについての話を聞いてみたいです。おお、いいね、それ。フットサルは接触プレーが多いと聞いています。はい身体強化、痛々しい二人のためにも聞いてみたいです。そうなんだよ。当たるからね。当たる、当たる。結構、私飛ばされるけどね、立ち上がるの早いんだよ。 転がり慣れてる受け身いいよね上手それはバレーで使った回転レシーブとかねあっそっから来てるんだだって倒れる時音しないもんねあれどこいったみたいななるねうん そうそうそうなんですそうでも大丈夫よもうそうさっちゃんもねピンって立てるようになってるからもう大丈夫ですうも立てるようになったからさまっすぐね立てるよねママねショーンがさママまっすぐだねよかったねって最近毎日ね言ってくれるんだよねありがとうありがとうさてさて今日ね卒業がテーマなんですけど卒業に関するメッセージもいっぱい来てますありがとうございますありがとうございます えとウッドペッカーさん、はい、ありがとうございますやさん、さつきさん、こんばんは、こんばんばは今週は野球は各チームともキャンプを終える頃ですね、サッカークラブも切り上げていってしまいましたね、今週のテーマは卒業でしたね、はい覚えててくれてありがとうございます、最近は卒業ってフレーズを聞くと、アイドルがグループから抜けるときのイメージが強いです、うそうだねうんうん、スポーツと卒業だとなかなかつなげにくいですけど、高卒ルーキーなどと言いますから、えー、やはり野球がパッと思いつきますね。 あ今年もドラフトや春の甲子園が楽しみです、うん、お二人はスポーツと卒業といえば何か思いつくことはありますか難しいですがお二人とも何かエピソードになるものがあればお願いします、うん、ということであじゃあ私,、はい、私あの今度3月いっぱいを持ってちょっとあの小学校6年から続けてきたバレエを。 引退しようと思って<え>、そう、私卒業ですね。卒業しますね。卒業しますね。本当に卒三月のね卒業シーズンに卒業しちゃうね。そうそう,そうそうなんですよね。なんかねタイミング的に、うん、っていうのもあって、もちろんやっていきたい気持ちもあったりもするんですけど、まああのね後輩もいっぱいいるし、まあ世代交代という意味でも、うんあはい、まあちょっと。はいはいはい ずっとやっぱりバレエ漬けだったっていうのもあったのでちょっと離れてみようかなと思ってでまたフットサルもねやりながらねスポーツはもちろん続けていくので結構バレエの俺うんしい、喋ってうんカレー美味しかったからあっあと山向きですしそうだね うんあと、うん、あったホーくん楽しかったからそうだねうんまたママと話そうねうんありがとうじゃんもうかわいいあたしの卒業かなんだろう、えー、何があるか卒業のエピソードでしょうん、うん、やっぱりさーあのこうまっ 面白いのかなわからないけど、うん、今ほらちょっとだけちょっとだけ本当に一瞬腰やられた時はこれマジで卒業かなと思った <laughs> いろんな意味で卒業したといろんないろんな意味の卒業もうこれもう人生終わったらぐらいな卒業感はあったねあ,、うん、あるな、うん、確かにでもまあ回復しましたのでまたこれからね頑張りますこれからねそうそう <laughs>、うん。 えーとじゃあここも卒業のなもうちょっと待ってツイキャス受けるけどツイキャスお願いします、えーまあうん、そうそうそうツイキャスでカレー卒業します <laughs> あじゃあないこのカレーはねこのカレーじゃないよ <laughs> カレーライスのカレーの方ねカレーライスの話してたショーン君落ち着いてください <laughs> えっとじゃあ他に来てるメッセージ紹介させてください,ーいえっと釣りクラブニフェイデイビルさん、はい、ありがとうございますーえーと今日のお題卒業 はい、学生時代の卒業式にカレーの具になる野菜に卒業おめでとうと書かれた洒落たやつをいただいたのは懐かしい思い出です<う>いつまでも野菜食べて元気でいてくださいとメッセージの意味合いも込められていたと思います、はい、おかげさまで今でも野菜食べて健康を維持できてますよお二人の卒業式のいい思い出の話などあれば聞かせてくださいっていい思い出卒業のいい思い出ね高校の卒業式とか高校の卒業式はさやっぱりさあの 卒業式終わった時の、あのブレザー投げ。全員でさ、バーンって投げるね。そう、もうあんな、あの瞬間、やっぱりちょっと。感動したっていうか。かっこいい、それ。あったんだよね。私なかった。なかった。なんだ、流行り。分からんけど。あってから。あの時の、なんつうのも。まだ光景あるね。目に焼き付いてるね。私、なんもない、それ。うん、うん、あ。 一応ね、あの卒業式の時に、あの、なんだろう、花道。花道に、あの在校生とか、がいて。在校生たちから、なんかいっぱい花、花とか。もらったんだけど、もう、覚えてるのがね。大根。大根。大根にメッセージ、めっちゃ書かれてからもらったっていうのは。大根一本よ。ええ。ちょっと恥ずかしいよ、あれ。大根持って大根持って歩くんだよ。しかも、本当に、あの。 もうこんなにいっぱいお花もらえるなんてって思うぐらいもらって本当モテないぐらいだったんですよでそのいっぱいの花束の上に大根をポコって置いてるもんだから親がそれ見て何ねこれみたいなどうしたのこれみたいな料理できんけどってそうそうでもね結構ね大根の皮むく時にねそのメッセージの部分がなくなっちゃうんだけどねちょっと残念ながらそれ切なくない 向いたのどこに行くのゴミ、うんね、ゴミ箱でしょ <laughs> ごめんなさい <laughs> あそうなんだ <laughs> 今だから言えるごめんなさい <laughs> ああでも卒業式のねうん、うん、そういう面白いエピソードもね皆さんありがとうございますありがとうございます、うん、あマシャコフさんあやさんさつきさんこんばんは,んばんは今日のテーマ卒業でしたねはい卒業って頑張った人だけがもらえる称号でかっこいいですよね、うん、何かを卒業するときには後悔ないように今は目の前のことを一生懸命頑張りたいですね え、卒業に関してのエピソードですかうーん、前にもこそっと話しましたが、卒業式で制服のズボン以外持っていかれたことぐらいです。すご,ね、すごいね。あとは、大島優子が AKB を卒業した時に、ショックだったことぐらいです。<laughs> <ち>あ、好きだったんだ。と、大したエピソードはないですね。ないんかい,いってことで、お二人とも、今日もラジオ頑張ってください。こっそりリスナーしています。ありがとうございます。あ,ますあ、ちなみに大島優子は私似てるって言われたことがある。あ、本当数年前にね。数年前。なんかね、猫耳をやってる、 大島優子の画像があって、うん、でそれがその,その当時の私がちょうどボブになった時ぐらいで、はい、なんか似てるとかって言われて全然似てないんだけどねそうん、そうそういうふうに言われたことがあったよあそう、うん、でごめんね私の話でちょっと <laughs> それちゃったでもあやちゃんそあのあれだよねタレント顔っていういい意味でよいい意味で。

のすけさん、はい、小座のすけさん、えっとさつきさんあいいかな。いいかな。翔君ちょっといいですかね。さつきさん、あやさん、皆さんこんばんは。んんはイエスケンブリッジに初メールの小座のすけです。ありがとうございます,います、えー、以前から番組があるのは存じてましたが、<ー>バイトと重なりメールを送ることができませんでした。本日でバイト先を無事に退社したので。 あうん、今後はメールをたくさん送れると思います。うん、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ますさてさて、さ、噛んだね。さてさて、<laughs> 今日のテーマ、卒業。<laughs> うんうん、それこそ今日バイト先を卒業しました。<あ>そうだよね、おめでとうございます。おめでとう。で、怒られてばかりでしたが、それも含めて今後にいけるのかなと思っています。うんうん、それでは、最後までファイトです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうでね、バイトもね、そうね、卒業っていうのあるね。 いやもう今日卒業されてね、まさにリアルタイムでしたね。リアルタイムでしたね。卒業おめでとうございます。お疲れ様です。ね、今日ね、そううちの長老からも来て。あ、長老。長老。私上に。うん。あやちゃん、さっちゃん。こんばんわんじくわんじく誰かね。ワンジュ誰かね。寒い。今日も聞いてます。ありがとう。ありがとう。長老も聞いてなかった。長老聞いて大丈夫だよ。そうね、がねいるのわからんかったはずね。

ピンクでエグゼドの毛とピンクの毛ベルトベルトねママのお小遣いがどんどん減るからね今毛持ってるから黄色の菓子とピンクの菓子とでサー持ってるからエグゼドのベルトかいて分かったじゃあ後で買おうね後で買おうねって今今じゃ今もね 今日はね、ちょっと放送終わってからにしということでね、皆さん、今日なんかすごいね、メールもいただいて、そそううあと思い出した、あきょ日、東京マラソン。マラソンだったね、そうだそうだ、こっち、そうだそうだ、あの、あの、扁平予男男26センチさんが、今日は東京マラソンでしたね、ペースランナーの手と足が長くてすごかったなんか私ね、画像送られてきた。 あ、確かに手足長かったあそうなんだやっぱあるんだねそういうのがねうんペースランナーねうんうんペースランナーねすごいペースランナーっていうのそういうの東京マラソンでも走ってみたいんだよね実はえ、ちょっと走ってみたあれ結構さ倍率すごいでしょそうそう抽選がね半端ないからね私の知り合いでさ鎖骨折ってしまってあの、抽選されたんだけど辞退したっていう方がおりましてうん、すごい残念だって言ってました そうあとさちょっと話し合うのでさうん、うん、扁平足で思い出したんだけど、うん、私の旦那がさ、うん、なんか最近膝痛めてから、うん、ある接骨院行ってまあそ装具みたいの頼んだみたいな、うん、でそれ申請するのに病名つくんだけど両、うん、扁平足って書いてあった <laughs> 病名なんだと思ってさ <laughs> きる扁平足で、うん。うん 扁平足だから、相互を作りましたっていう、なんか、そう、証明が必要で、病名にちゃんと両扁平足って書いて。待って、じゃ、もしかしたら、私もそれになるかもしれないってことだ。私、相当扁平ひどいねって言われるから。あ、そうなの。ほら、前も、ほら、言ってたよね。この、この足でよくスポーツやってるねって言われたって。ああ。はっちゃんのお知り合いの方にね。言われたんだけどね。そうそう。いや、やろうと思ったら、できるんです。できないと思ったら、できない。できない。そう。やれると思ったら、やれる。そうだ。

たまに踊ってくれるようなヒップホップさせたいなと思ってるぜひぜひこっちで踊らせようあ踊らせようか私たちが放送やってる後ろでちょっとショーンに踊ってもらおうかなヒップホップってさ思ったんだけどフットサルのドリブルとかに結構活かせるなと思うんだよねわかる あとバスケのさあのドリブルとかもき今日キングスと千葉の船橋なんか試合見てたんだけどテレビであれライブだったのかなそうそうやっぱりリズム感ガードがうんうん大事大事そうそうそうあっおっおお、来てる来てるあ来てる来てるよしこれ私のマンガなはい 来てますすねあやさささんさんこんばんつきこんばんはで卒業のシーズンが近づいてまいりました高校入試も迫ってきました学校を卒業される皆さんは残り少ない学校生活を楽しんでください卒業で思うこと高校や大学大学院を卒業される皆さんは社会に出ることだと思いますこれから社会に出る皆さん,皆さんに言うとすれば何か一つ自分のこれからの人生に生かせる自分の武器を身につけてほしいと思います 資格でも免許でもよし、うん、何か一つ取るとこれからの人生に生かせることがあると思います、うん、卒業される方は残り少ない時間がいい時間になるといいなと思いますそれでは皆様今日もお疲れ様でしたありがとうございます確かにねすごい締めてくれた、ね、むいでさん、ね、ありがとう,ありがとういい感じにエンディングにメッセージが来ましたよありがとうございます <laughs> 素晴らしい、うん、確かにね、そうだよね何か一つっていうのはあるよう、ね、な。あるねうん そう、免許でもよしっていうのもいいね。また車の免許だったり、バイクの免許だったりね。そう,そうそうそうね。何か持ってればね、うん、それからそれを活かしてっていうことができる。ねうん、はい、ショーン君あと一分もないので。ショーン、何か一言。おねがいします。<laughs> ショーン。はい、DJ ショーン。DJ ショーンです。はい。はい、えっと、今日は、いますウッドリンジだったけど、けれど はいオッケー、サンキューディジションディジションサンキュー続きは家で聞くぜ家でちょっと聞いて。で、来週また、うん。また来週、来週ぐらいまでも卒業でもいいかもしれないね。そうだね。うん。また春にもなってくるしね。そうそうそう。じゃあ来週も卒業で行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。ではでは今日もこの辺でお別れでーす。イエスケンブリッジでしたー。さよなら。ありがとうございました。